スタッフとポッドキャストスタンド FM を始めたばかりの人も「ポッドキャスト」という名前は聞いたことがあるんではないでしょうか。音声配信にはいくつかの配信方法がありポッドキャストもその一つです。スタンド FM もポッドキャストもアプリやブラウザで聞ける音声という点では違いはありません。では何が違うのかと言いますと比較するものそのものが違うんです。それは一体 それでは早速学んでいきましょうおはようございますフリーでマーケターをしながらクリエイター活動していますぐ川ですこの番組はクリエイターやインフルエンサーの経済活動や最新トレンドをゆるく毎日配信しているラジオ番組ですいつも皆さんご視聴ありがとうございますそれでは今日のお品書きスタイフはアプリ名ポッドキャストは技術名技術面での違い運用面での違いです えー、スタンド FM をね、始めたばっかりという人も、えー、ポッドキャストという名前聞いたことあると思うんですよね。で、ポッドキャスト最近ですと、星野源さんとかがね、番組を、が始まった、などなど、やっぱりよく聞くと思うんですよね。ですから今日はその違いをですね、ご紹介したいと思います。なお、私は、 スタンド FM の歴史という Kindle 版を書いているものです。ですから、こういった技術やスタイフのことを正確に伝えることにそもそもメリットがあるものですので、ぜひですね、信用していただいて最後まで聞いていただけると嬉しいです。 さて、スタイフとポッドキャストの違い、これうまく説明しようと思うとなかなか難しいんですけども、でも結構これ分からないっていう方は多いと思うんですよね。で、そもそもなんで分かりづらいかというと、やっぱりその比較してる対象がそもそも違うんですよ。うん、例えるならばですね、タクシーと山手線は何がどう違うの御堂筋線とタクシーはどう違うの日本交通と鉄道は何が違うのなんかこれ、 皆さん、比較対象として違和感感じませんねあのー、例えば、どちらもね、移動手段じゃないですか。移動手段には違いないんだけども、なんか違和感感じると思うんですよね。でも、タクシーと鉄道、どう違うのだったらまだわかると思うんですよ。そう。これだから、比較するそもそも枠組みが違うので、余計わかりづらくなってるってことなんですよね。どうしてもその、ポッドキャストという名称の方が一般化しちゃってるので、なんかこう、 ポッドキャストというアプリがあるというふうに思いがちなんですけども、えー、ポッドキャストのアプリ自体はもう個別にあるんですよ。Apple Podcast、Spotify、Anchor。 っていうふうにあるんですね。だから、アンカーとスタイフの違いっていうと、また分かりやすくなるんですけども、やっぱりその、ポッドキャストって名前の方がどうしても先行しちゃってるので、えー、分かりづらくなってるのかなというのがあります。ですから、ポッドキャストは技術名なんですね。で、スタイフはアプリ名であって、で、そもそも、ポッドキャストという技術を使っておら、使っていない音声配信の方式を取っている。それが、まあ、スタンド FM なんですね。 さあ、で、実際にですね、配信する人にとっては、まあ、こうした技術面よりは、運用面での違いの方が多分気になるんではないでしょうか。では、早速いきます。えっと、ポッドキャストというのは、えー、例えば運用上ですと、えー、アンカー、もしくはラジオトークというアプリをそもそも使うことが多いです。では、例えば、アンカーをというアプリを使います。そこで音声を録音します。そうしますと、はい。 実はアンカーだけに配信されるんではなく、Apple Podcast、Spotify という、ポッドキャストの配信方式に対応しているアプリにも実は自動的に配信されるんですね。スタイフをお聞きの皆さん、スタイフのトップページに、例えばニュースコネクトですとか、えー、他の方の、えー、実はポッドキャストが配信されているのもご存知でしょうか 実は、ポッドキャストというのはオープンな技術ですので、えー、アプリ側で設定をすれば、えー、実はその、アンカーで配信しているポッドキャストでも実は、アプリ側で、えー、自動で受信ができるんですね。まあ、そうすることで、えー、世界中にポッドキャストは広がっているという実は技術背景があるんですね。 一方で、スタンド FM は独自形式の音声配信ですので、スタンド FM の中でしか基本的には聞けません。ただ、スタンド FM 側の運営、運営側の配慮で、ブラウザ、一般的なそのウェブブラウザでも聞けるというようになっています。もちろん、ポッドキャストもですね、Apple Podcast はブラウザでも聞けます。Spotify はブラウザでも聞けますというように、多くの 音声配信アプリは、まあ、ブラウザでも聞けることが多いのでえ、実は運用上は、まあ、見た目上はそれほど変わりがないんですが、広がりとしては実は、ポッドキャストの方が、えー、理論的には、えー、まあ、広がりはあります。ただ、どちらも、今ですと SN、SNS でね、拡散して広がりを、まあ、えー、広がりを持たせて、まあ、ファンを増やすということが多いでしょうから、まあ、運用面ではですから、そういう違いはあるんですが、まあ、理論的な話ということが言えるかと思います。 ここで皆さん思ったんではないでしょうかあれじゃあスタイフがそもそもポッドキャスト形式を採用すればいいんじゃね はい。そうなんですよ。そうなんです。<laughs> その通りなんです。スタイフが、ポッドキャスト形式を採用して、えー、他のアプリにも、スポティファイとかにも配信できるようにすれば、まあ、ほんと最強なんですよ。ただ、これね、やっぱりね、負担がかかるんですね。要は、いろんなアプリからサーバーにアクセスされて、音声配信しなくちゃいけなくなるので、サーバーに負担がかかって、サーバーのですね、運用コストがものすごくかかるんですよ。で、えー、私の、 先週のですね、私の配信ぜひ聞いてください。えー、スタンド FM はどうやって儲けてるのという回があります。 えー、スタンド F の収益構造上ですね、今、広告収入などがないもんですから、早、ま、々、あ、そうそうですね、売り上げが、えーまあ、なかなか立ちづらいというところでは、やっぱりサーバーの運用費、固定費が上がるというのはなかなか厳しいので、えー、現状、理論的には、ポッドキャスト形式にするとより広がるんですけども、まあ、現状それをしていないというのがあります。もちろん戦略上ですね、戦略上囲い込むという意味で、まあ、アプリをね、みんなダウンロードしてくださいという意味で、アプリ内だけに留めてる。 というのはもちろんある,ある、あるでしょうし、まあその辺は一概には言えません。実際、ボイシーという音声配信アプリがありますが、ボイシーもポッドキャスト形式は取っていません。しかしそれでも、現状ですね、150万人のユーザーを抱えるなどなど、まあ人気配信者などがたくさんいて、まあ再生数もですね、ものすごく出てるというようなケースもありますので、今はですね、あの、だいぶ認知が広がっていますので、ポッドキャスト形式がより多く広げられる と言っっててても、まあ、だんだん差はなくなくてきてるのかなというのが、まあ、運用面での違いかなと思います。で一方でスタンド FM は独自形式をとっているので <music> 一つ強みがありましてそれがですね SNS 機能です。実はポッドキャスト形式というのはいろんなところに配信できる分例えばアンカーで配信してる人が わざわざスタイフを立ち上げてコメントとかって見るの面倒じゃないですか。ですからコミュニケーションが実は取りづらいというデメリットがあります。一方でスタンド FM は独自配信にこだわりを持って続けているので、やっぱりスタンド FM の中でコミュニケーションも完結しますので、まあ、音声配信の SNS と呼ばれるように、まあ、コメントや交流、そしてコラボなどが盛んと。 いうことなんですよ。ですから、ポッドキャストでも有名配信者の方は独自にオンラインサロンなど独自のプラットフォームを使ってコミュニティを作ることはあるんですけども、なかなかですね、スタイフのような本当にこのコミュニケーション、コメントやコラボなどでコミュニケーションをするというのはやっぱり難しい仕様になっています。ですから、一方でボイシーなども独自配信ですからコメント欄は非常に活況です。はい。ですからそういう違いが何でしょうね、配信 は多くのところにされるんだけれどもやっぱりコミュニケーションがしづらいというデメリットも生まれるわけですね。はいですので、まあ、どちらがいいというわけではなくそういったメリットデメリットがあるわけですね。えー、スタイフで交流が 一発になるとは言っても、一方であんまりそういう交流をね、好まないという人もいるでしょうから、そういった方はやっぱりポッドキャストの方が合うかもしれませんし、交流メインという方はスタイフの方が合うかもしれません。で、であとは私のように、両方配信するという方もいらっしゃると思います。ポッドキャストも音声データをアップロードすれば、 えー、同じように配信できますので、手間はそんなにかかりませんので、えー、両方配信してるという方も多いんではないでしょうか。まあ、ただ両方配信すると、もしかしたらですね、ランキング出づらくなるのかなとかいろいろあるんですけど、まあまあまあ、その辺は私のあくまで憶測ですんでね、えー、皆さんのやりやすい方式を選ぶのがいいんじゃないかなと。 思います。もう現状としてはもうスタイフもかなりユーザー数が増えてきていますので、えー、再生数、広がりという意味でのその再生数も、えー、だいぶ以前よりは増えてきたと思いますし、今後もね、えー、増えていくと思われますので、えー、交流などをしながら再生数を伸ばす、そんなことにチャレンジする、そういうプラットフォームとしてスタイフを選ぶのもいいんではないでしょうか。また、えー、ポッドキャストにもチャレンジしてみたいという方は、ぜひ同時配信をしてみるのもいかがでしょうか。 クリエイターエコノミーニュースでは、かぐわが毎日、クリエイターエコノミーに関するニュースをブックマークしていく中で気に入ったものを配信しています。毎朝の収録配信、夜9時からのライブ配信、そして週に1回の無料のメールマガジン、ニュースレッダーを配信しています。ぜひお好みのものを撮っていただけると嬉しいです。今日も最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、良い週末をお迎えください。いってらっしゃい。